オリンピック史に残る衝撃不正サンタクロース。女子部門にまさかのドイツのドララチェンは1936年ベルリン五輪にて女子走り高跳び4位入賞。しかし実はラチェンは男性だったことが発覚。身体的特徴から女児として誕生し、女性として大会に出場するよう命じられました。奴の件は何かおかしい。ソ連のボリス・オニシェンコは1976年モントリオール五輪にてフェンシングに出場。過去に3度金メダルを受賞しており、ソ連のレジェンドとされてきました。しかし大会中、イギリスのチームがオニシェンコの件がおかしいと抗議。実際には当たっていないにもかかわらず、当たっているようにセンサーを改造した件の使用が発覚。過去に獲得したメダルも剥奪されました。双子の妹、プエルトリコのマデリン・デヘススは、1984年ロス五輪にて女子走り高跳びに出場しましたが、着地に失敗し膝を負傷。後に控える1600メートル走は絶望的かと思われましたが、なんと双子の妹をピンチヒッターとして出場させます。監督がそれに気がつき、決勝を辞退しています。難易度がやばすぎるスポーツの技参戦。サイクルヒット、1試合で単打、2塁打、3塁打、ホームランを全て出す技。1試合で4安打打たねばならず、さらに最も出にくいとされる3塁打を含むため、ノーヒットノーランよりはるかに難しいとされています。長い日本プロ野球の歴史でも71人しか達成されていない超レアな記録です。アルバトロス、パーから数えて3打少なくカップインする技。例えばパー5なら2打でのカップインとなります。これはパー3のホールでのホールインワンの50倍難しいとされ、男子プロでも15万分の1の確率とされています。1打で少なくても250ヤードの飛距離を稼ぐパワーと2打目でカップインする技術が必要。さらにパー5のホール自体が少ないためです。トリプルコーク1440。現在大きな盛り上がりを見せる冬季北京五輪にて、平野歩夢選手がオリンピック史上初めて成し遂げた技。後方宙返りで縦に3回転しながら横にも1回転するというファンタスティックな技になります。難易度もさることながら怪我のリスクや着地失敗減点のリスクもあり、これを本番でしっかりと決めた平野選手はまさに金メダルにふさわしい人物と言えますね。サッカー史上最大の番狂わせキックオフ。プレミアリーグ、レスター優勝。イングランドプレミアリーグ2015-2016 年シーズン、レスターシティは奇跡のリーグ優勝を成し遂げます。残留争いに焦点が当てられていましたが、当時無名のフォワードバーディ選手の大爆発、シーズン前のオッズはなんと5001倍、年内にネッシーが見つかるオッズは501倍、それよりはるか上ということになります。アトランタオリンピック、日本ブラジル撃破。グループリング第1節、日本対ブラジルの試合が行われ、日本が優勝候補のブラジルを1対0で破る大金星を挙げます。当時のブラジルは世界的なスーパースターがずらり。しかし28本ものシュートを川口義勝選手が好セーブ。日本のシュートはわずか4本でしたが、緻密な戦術で力の差を見事埋めました。ユーロ2004、ギリシャ優勝。ウェハ欧州選手権の2004年大会にてダークホースのギリシャが優勝するという奇跡が起きました。開幕戦、スター選手揃いのポルトガルに2対1でまさかの勝利。決勝でポルトガルと再戦し1対0で奇跡の優勝。新たなギリシャ神話と世界を驚かせました。